ルイス・シャウブは、ドイツヘッセン州出身のオーストリア代表サッカー、選手、FC ルツェルン所属。ポジションは、攻撃的ミッドフィルダー。12歳の頃に、オーストリア・ブンデスリーガに属する、FC アドミラ・バッカー・メイドリングの育成部門から、SK ラ・ピード・ウィーンの育成部門へ移籍。早い時期から頭角を表し、若干16歳で、オーストリア3部に所属する。 セカンドチームでデビュー。17歳でプロ契約を結びトップチームに昇格する。プロ契約2年目からチームの主力として定着。18歳ですでに UEFA ヨーロッパリーグで FC ディナーモキエフ戦や KRC ヘンク戦などで先発出場を果たす。2014から15年シーズン以降はクラブから背番号10を受け負い攻撃の中心的存在になっている。 2018年、ドイツブンデスリーガの1、FC ケルンに移籍。2020から21シーズンは、FC ルツェルンに期限付き移籍した。オーストリア代表チームでは、U16、U17、U19 でプレーした後、2013年には U21 代表でプレー。U21 代表では16試合に出場し3得点を決めている。2016年10月6日の、 ワールドカップ予選ウェールズ戦で A 代表デビュー。2017年9月5日の同予選ジョージア戦で代表初得点を挙げた。オーストリア人の母親とドイツ人の父親を持つ。父親はドイツブンデスリーガのアイントラハとフランクフルト、SC フライブルク、ボルシアドルトムントなどでプレーした元サッカー選手のフレッド・シャウブであったが2003年に交通事故に巻き込まれ亡くなった。 ルイス本人も事故当時同じ車に乗っており負傷したが命は取り留めた。ありがとうございます。